こんにちは、リューテイバイスチームのもちろうです。本日はブロガーさん同士の対戦動画をお届けします。今回の対戦は K さんとトコさんで行います。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回使用するデッキについて聞いてみたいと思います。ではまず K さんからお願いします。はい、僕はバンドリの、クラアリサと呼ばれるデッキタイプを使っています。はい、ありがとうございます。では続いてトコさんお願いします。はい、僕はヴァンゲールオンラインの方をちょっと、作ってきまして、スタンバイを使った、深次郎の、連動とかそのあたりを入れながら、あと早い段階でストックを貯めていって、最後にスーツケースに人無連などを使って大活躍で、相手を倒していけるような形をちょっと狙ったデッキを持ってきています。はい、ありがとうございます。それでは早速対戦動画を見てみましょう。はい、それでは早速対戦が始まりました。サイコロで先行後攻を決めています。画面左側が K さんでバンドリー、右側がトコさんでヴァンゲールオンラインですね。それではお互いマリガンチで教えてください。じゃあ先行の僕、先行は確か僕だったんで、僕のカードなんですけど、まあ、レベル0を残して、スタンバイ入ってるんでレベル1のカードもまとめて切ってしまうような状態ですよね。はい、ありがとうございます。僕は、まあ、レベル1の以上のカードでもは基本的に全部切ることにしてるんで、まあ、一応蔵だけは残すこともあるんですけど、まあ、今回それなかったので、で門も特にいらないので全部切ります。一応連動の霞も切っちゃうんですね。はい、霞は絶対切ります。残すことないと思います。はい、先行1段目で僕の方がドローして黒を超えたんですけど、4枚マリガンしたんですけど、レベル0の枚数がちょっと増えずに、移動もちょっと採用してるんですけど、今回ちょっと初手に来なかったので、ここは一旦、まあドロー5という形で何もしないでターンを5番出したような状態に取ってます。僕はこれドロー5を見て、これ先行でドロー、アタックしてこないってことは、まあ、高校3番、霞を含めた高校3番を狙ってるのかなと思って、ちょっとワンパンしないでドロー5で返そうかとも思ったんですけど、まあ、ちょっと扉が引けてないこともあって、ドロー5をドロー5で返して、返し3パンされて1に上がると、結構ゲーム負けるクラスだなと思ったので、ここはちょっとリスクがあってもワンパンしようと思って、最後で殴ってますね。まあ、結果的に霞があるとかないとかそういう次元じゃなかったみたいな。そうですね、ここは。はい、結局僕の2ターン目入ってそうドローしてもレベル0はこのピトフイしかちょっと増えてこなかったんで、まあ赤を置いてもうスタンバイ置くかっていうところで、スタンバイを出してもピトフイ1回アタックいって、これで7枚をハンドキープして、でレベル1を後衛に置いて、まあ、これがアンコール持ってるんで、まあ、次のターンから前に出ていこうかなっていうのを考えながら今プレイングしてますね。で僕はこれ2ドローが強くて蔵と扉を引いたので、あ、これはもう手札が枯れることはないだろうなと思って積極的に殴ろうと思ってるんですけど、まあ、なので2パンか3パンなんですけど、3パンすると3パンした時の残りハンドがちょっと心もとなかったので、トルネードが1枚しか見、蔵が1枚しか見えてないので、まあ、仮に蔵で回収できたとしても、まあ、2面連動できるかどうかはまた話別なので、まあ、ちょっとここは抑え身2パンに済ませてますね。まあ、3番でもいいとは思います。でトコさんのターンに入ってますね。で僕の方は今ダメージ止まらなくって06になったんですけど、もうピト封印で呼び出すのは、起動を使いたかったんで、このスタンバイに対応として入れてる0レベの、深次郎を呼んでくるっていうのを、まあ、決めていて、でここで今ストックイン行ったのがレベル0の集中の連なんで、まあ、赤は発生するというところで今レベル6番に緑を置いて、で、クロック2ドロで、まあ起動のやつも引けなかったんで、まあ、予定通りここで、ストックの赤を1枚クロックに置いて、これでまあ2色発生させた状態で、さっき言ったレベル0の起動を使った時に先パンプできる不可事ですね、これを持ってきてますね。で一応、確かこのターン中だったら、ピーちゃん、1-0 のイベントを2枚焼き入れてるんですけど、ストックの数だけ、500上がるイベントを握れているので、まあ、この辺りも、ここで、緑のこのカード出して、まあ、ストックを5枚を貯めながら、ピーちゃんのそのイベントで、相手のターンを構えられるかなっていうところを作りながら今、準備している状態ですね。いやー、これやられた時に、あ、負けたかなって思いました。結構強いですよね、この動き。強いですね。ストック5枚貯まるからな。CX コンボじゃなくてもストックが相当増やせるからだから自分とお互いにパワー置くの忘れてるんですよね。ずっとまあこの辺りがパワーで勝ってるからあれなってるんですけど、でここちょっとアタック順も難しいんですよね。見えないカードを弾いてその
ここピト上に見えないカードを一番弾きたかったんですけど、ただそれでクライマックスをめくってしまったりとか、ここで、めくってしまう可能性もあったので、1回目も2回目もストックブーストから、はい、入ったような状態でしたね。でここでスタンバイめくれたので、スタンバイレベル2を、置くっていうのを決めていて、で最初にご紹介したようにそのスーツケースにその連か、まあ、レベル応援なんですけど、レベル応援だと500上がるんですけど、ちょっと早すぎる、まだ、この段階で効果強制の1万落としがあると、まあ、相手の山を削るのを助けてしまうかなっていうところがあったので、ここはスーツケースにしてもらえる、今は本当に意味がない状態ではあるんですけど、まあ後々考えてここに後列に配置したような状態ですね。で、まあ、ストックブーストしないでその3倍を噛んだやつを、まあ、予定通りピトフリー1コストで、入って2枚トリガーで、でこれで分からないのが1枚だけっていう状態を作った状態ですね。今のみたいな状態のクライマックスを噛んだときはもうストックブーストしないって決めているんですか？そうですね、まあ、状況にもよるんですけど、この段階だと、深くなってしまうっていうのが、あるので、ピト封印とその後のストックブースト入れてしまうと、まあ、3枚までいっちゃうから、ちょっとそれだったら、ここは、1枚は、まあ、我慢して、綺麗に作っていける方がまだいいかなっていうのを考えてましたね。ありがとうございます。Kさんのターンになって、はい、はい、レベル0で、まあ、はい、参加しました、はい。そして、まあ、今トコさんが言ってたように、トコさんかなり綺麗なストックを作るためにストックブーストしないとか、確定で噛んでどこだけ吐くみたいなことをやってるので、まあ、そうやってストックを作ってくれるのであれば後継効くかなって思って、で逆にじゃあたくさん量を貯めてその上の方だけ使われるって展開だったので、もうこの軌道パンプに踏まれないように中央の作用は本当はサイドしたいんですけど、ちょっともう餌残さない方がいいかなっていうところで、はい、下の方のこのストック4枚純ストックで作って、あと上の方はこうブーストして、ブーストした先から使っていくっていう展開されると本当に山強いまんまどんどんいいことされちゃうので綺麗、はい、に貯められる展開なのであれば後継、まあ引いたんですけど、ちょっとストックを貯めさせないような動きをしようかなと思って中央はフロントしてますね。まあただ残1なので、うん、まあ本当は、はい、残したかったですけどね。途中散歩も考えてましたけど、まあ、ただ先中打たないしサイドじゃ打点入んないしってことで、まあ、ここは一キャンした方が強いかなと思って、でここで父さん手元にクライマックスが、そうですね、ここにちょうど握りたかったところだったんで、先中4枚ですよねこれ。そうですね、あと電源ですよね。で、はい、で、まあ、ここ綺麗に握れたかなっていうところがあって、僕もそのああまあそのダウン取ってのストックブーストをもうこれ以上させないようにしてるだろうなと思ったんで、でもう僕からももう6枚見えてる状態ではあったんで、ここはもうクライマックスを逃げたのをどんどん打ってってダメージを稼いでいきたいかなっていうのででもう握ったんでもう打ってアタックに行くっていうだけですね。まあでもこれで一キャンしたら1勝ですからね。うん、そうなんですよ。なので先生1でも、まあ、僕からはそう見えてる、手札が見えてない状態なんで、その7枚見えてる感じはなかったから、そう普通に2枚残ってたら一キャンされちゃうかもなと思いながら行ったんですけども、綺麗に入ってくれて、まあ止めませんでしたね。良かったですね僕からすると、まあ、とはいえまだこれ8枚ぐらいありますからね、まあ止めなせんよねってことで、まあただレベル1になってやっと動けるので、まあストック3枚純ストックなので、これをうまくキープしつつこう後半に向けてストックたくさん欲しいのでいい動きができればいいなと思って今考えてます。一応山8分の1でクライマックスなんですけど、集中から入るとあんまりいい動きができないなってこの時考えてます。やっぱりイベントで山削っちゃうとかその辺関係してるんですか？連動で回収できなくなっちゃったりするんですよ。ああ控えがなくなっちゃった、はい、控えがなくなっちゃったりして、まあ、なのでこっちから入って、でどうせ8分の1なんで、まあ、そのクライマックス見えないこともあるだろうと思って、あクライマックス見えないなと、でそうしたら5分の1クライマックスなので、まあ、ここは別に山をもう削んなくてもいいのかなと思っていますね。まあ、集中から入るのもあると思うんですけど、ちょっと今回の場合はクロックにクロクラがないこともあってリフまたぎで回収みたいな動きができないので、まあ、ここら辺の山をちゃんと山の枚数によってちゃんと動けるかどうかみたいなのが一つこのクラバンドリの難しいというか結構技量が試されるところだなと思っているので結構考えてやってますね。はい、そこでこれハンドバーストするんですよね多分。このままだと扉打ってハンド7枚と5枚の2枚回収して7枚、はい、まあ扉めくったらハンドバーストっていう感じなので、
手札にある青いイベントを、イラスカイツかなっていうのをちょっと今考えてます、ね、ただイラスカイツを前列に打っちゃうと山を削る枚数が1枚増えちゃうのでその分トリガーする確率も上がっちゃうんですね。まあただ今の場合だと、仮に扉で引っかかっちゃったとしてイラスカイツで反応が増えなかったとしても扉で増えてるってことなので、なるほど、はい。まあ、ただこの時だから控え室確認したらなんか結局山札にイベントがもう一枚あるんですよね、トルネードが。なのでトルネードで引っかかっちゃうとハンド減っちゃうなって思いながら、まあでもそれのおかげの恩恵も大きいからここは山削りに行こうって思ってイラ使いつしました。踏む面に関しては一応端っこの4号が本当にきつい、あのアドバンテージを稼がれるの嫌なので4号踏むことを前提に考えて、で中央に一応全部振れば3000で同士取れるんですけど、まあそうすると霞が1個6500になっちゃって、あと拳で返せるかもしれないので、まあ、別に中央はどうでもいいかなと思って別に避けていきました。これ中央から中央が霞なので中央から殴んないといけなくなっちゃって、でそうするとレベル2のカウンターとかでも返せる可能性出てきちゃうから、まあ、こうかなと。そしたらまあキャラキャラって感じであれ3分の2外れかって思いつつ、僕なぜかここレベル置き場移動を置いたつもりだったんですけど、緑発生して緑緑になってるんですよね。あとは気づきますねちょっと僕の意識ではこれレベル0の移動を置いたつもりだったんですけど大体そうですでもここ一応あの3枚残ったのかな、山の3枚残ってて2キャンしてくれるかなと思ったんですけど、まあ1回で、まあ2枚に上がっちゃったんですけど、まあ一応そこの展開で、あと2枚山にあるのかなで大活躍のレンが黒くに1枚落ちちゃってるんですけど、確か今レベル大きい、控えにも1枚いる状態で、ちょっとその辺りのチェンジを今後考えていかないといけないかなっていうあたりで、今、ハンドアンコール一応この1-0のレンと僕の今採用している手札にいる1-1の深次郎は、両方ともアンコールを持っているんで、そのスタンバイで最初早い段階から出せれば出せた分だけ、まあ、アドバンテージが取れるかなっていうような風に作っていて、で今 1-0 のレンを、相手のバンドリーはパワーラインはまあ低いんで、で確実に深城でも起動もできるような状態なんで、そこをアンコールした方がいいかなっていうのをちょっと考えながら今、アンコールするかなっていうところを考えている状態ですかね。でただこれピト封印もまだ、確か見えてないのもあって、これまだピト封印とかになってしまうと、まあ、早出ししたいレベル3のレンも握れているので、まあ、2枚じゃなくてそこは1枚だけに抑えた状態で、ワンドローって状態でしたね。また電源を引いてきて、そうですね、はい、2だと電源を打った時に出したいカードは何かあるんですか？アタック中だったら、それこそ大活躍を、うん、あのストックを使わないで場面に出せて、12000で構えられるような状態を作れるっていうのがあったんで、そこは、まあ、タイミング握りですけどそういうのを狙ったりしてもいいかなとは思ってます。あと一応イカれたネットが参ってるんで、まあ、効率が空いてるんだったらイカれたネットが効率を置いておいて最後クライマックスをの連動の確率を増やすとかそういうのでもいいかなと今思って、組んではいる状態ですねちょっとまだ、組んで回してみてる回数が少ないので、ちょっとまだ検討しないといけない要素とかはあるんですけど、非常に今この場面ではスタンバイを持ってきた状態で、レベル3の大活躍を出してもうこんだけストック溜まっているんで、後継を打たれるかなっていうところをちょっと警戒はしてるんですね。で後継を打たれても大活躍で、相手の場面をしっかり取れれば、まあ、不確定要素のストックを全部2コスト2コスト2コストで1点って相手に与えながら、まあ、6枚削るっていう方法でも別に、まあ、乱暴ですけど一応不確定要素のそのなんか、噛んじゃってるか噛んじゃないか分かんないっていうところをなくせるかなっていうので今ちょっと考えてますね。大活躍をスタンバイ出そうかなとかそのあたりを考えてる状態ですね。で最後それをやった後 の, その手札とかもちょっとなくなってきちゃうところがあったんで今クロックを置いて手札を増やしてるというかな。で、もうそれで、今2ドローしてクライマックスを引いてしまったので、はい、もうこれは山4枚なんで、3パンを諦めました。すぐにで真ん中に大活躍を置いちゃって、で、ストックブーストで、山4枚なんでこれで、アタックに行って、まあ、カウンターがない想定で今動いてるんであれなんですけど、まあ負けてしまってよくって、大活躍さえ残っていればいいかなっていうのを今考えているんで、でここで、まあ、両方ともトリガーが乗って、で
山あと2枚なんで、まあ、ストックブーストして、なんだっけ大活躍のその場に使っていこうかなっていうところをちょっと考えてますね。で確かこれで手札の枚数も合わせて確か8枚全部、僕からは見えている状態だったんでちょっとやっぱり後継のところは怖いところあるんですけど、それに恐れてちょっと自分のデッキの強さを見せられないのもちょっとあれかなと思っていて、ここはもう、恐れずにストックブーストしていったような状態ですね。で残念の確認で今最後めくった状態です。はい、なるほど。パンチ数が減ってるけど、まあ、ストックは普通にアタックしたのと変わらない枚数貯めれて、そうですね、アタック数減っちゃってるのはちょっとあれなんですけど、まあそれで打ったクライマックスが戻せて、その後向こうがそのこの1万2000でパワーで上がってくるもんだったら、まあ、あの一応イベントのカウンターで確か10ストックあるかな今だから5000パンプぐらいできるんで、まあ、1万7000ぐらいの大活躍をまず、除去できないと、バーンを絡めた、展開にこちらが持っていけるんで、今それを、展開した状態になってますね。ありがとうございます。で K さんのターンですね。はい、これ前期と違って、はい、あんまりイベントカードがそんなに、まあ、前期は10枚とか入れてたんですけど、今は、はい、今も10枚入ってるか。で前期11枚ではやってたんですけど、まあ、ちょっと減って、あとあの控えに今もないこともあって、あってかそもそも足立の枚数を結構減らしてることもあって、はい、ちょっと数字で前期は踏めてたけど今は足立でリバースするのがまあ丸いかなと思って足立を探しに行きたいんですけど、ちゃんとあの前期には入ってなかったこの控え室の一番上にあるフィリスですね。これはあの輝きを求めての枠なんですけど、規制された影響でこっちに変わってるんですけど、それが今はむしろプラスの方向に働いてて、こうトルネードからフィレスで絶対にアダチが持ってこれるので、まあ、なのでそのムーブを絶対取ろうと思ってるところですかね。まあ、なので別に絶対処理できるのは確定の上で、その上でじゃあゲームに勝つにはどうするって思った時に、まあ、まだリソースを増やしたいっていうところがあって、まあ、上から足立引いたらラッキーですし、まあ、なのでクロックを叩こうと思っています。まあ今考えるとこれ、まあ、結局シーナ置くんですけど、まあ、クラを置いてもよかったかなとは思いますね。まあ、ただそれでもクラもまあ欲しい時にないとあれなので思ったら上から足立引くんですよねこれ、はい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 、今言った話が無駄になったというかフィリス拾わなくても山を崩さなくても処理できるようになっちゃって、うわこれ強いと思って、でこのターンもあと3のアリサを出していくんですか。いや3のアリサは1枚しかないので出しませんね。あ1枚と出さないですね。1枚あのそうですね、1面連動めちゃめちゃ弱いというか、はい、のでああというか多面連動が強いカードなので、このアリサが踏まれるのももったいないですし、門を使っちゃうのももったいなくって、はい、後でやっぱりその2面連動3面連動って要するにあれですよね、門1枚なのに効果が2倍とか3倍になってるわけですから、はいはいはい、でもうアリサってデッキは、基本的に多面連動が強いと思って使ってるので、はい、あの1面連動なんだってはっきり言ってユキナとかの方が強いんですよね。うん、だけどアリサは多面連動が強いと思って使ってるので、これはもう絶対に離さないで持っておきます。むしろこれから、探しに行くというかあの、アリサを集めるフェーズに入ります。例えばこのさっき言ってたフィレスからアリサを持ってくるっていうのは、もうありますね、はいはい、やりますやります。で、これは、木山を出したのはこれは、結局クライマックス打たないのでハンドバーストするからですね。はいはい、 K さんの好きなカードですね。そう大好きですね。で真ん中からアタック、はい、まあでもこれちょっとやっぱ父さんのデッキがストックかなりたまるデッキなので3個3個されありそうです、ね、で終わりかなみたいなのは思ってますね。はい、まあ、なのでちょっとあの投資総裁抜いちゃったんでちょっともうどうしようもないんですけど、まあ、でもまあリバース取れるだけマシかなと思ってます。お父さんここでもバーンを投資くんですよ。そうですね、はい、あのまあ後継打たれなかったのもあったし、まあ、リスクを減らすには、こうしたことはないんで、ここで1回使ってストックを少し使った後ピトフーイがそのクロックに、落ちてくれたんで、手札の、今3枚握ってる回復の連ですね、はい、この辺りを展開していけば、まあ、ストックも多少、まあ、ヒールしながらなんで1枚ずつですけど減っていくような状態で、で3個3コールとかしてもよかったんですけど、一応スーツケースに潜むレーン、うん、でまあやりたい時に3コースで出せるよっていうのと、まあ、手札3枚にそのレベル3を控えていたんで、まあ、ここは3個3コールがいいかなっていうところで今、流した状態ですかね。なる
僕は結局その集めたいと言ってたアリサがワンパン目と今のクロックに落ちちゃったんで、あ、これやばいかもって思ってます、まあ、アリサを多面連動するところまでやんないとこのデッキ使って意味がないので、はい、うん、ってところを見せられればいいなと、まあ、できれば一旦封鎖、完全に封鎖、はい、はい、封鎖したいところですね。伊藤さんも電源を使わなそうということで切って、そうだったんですけど、これあれでしたね、僕あの深城を完全に起動効果だけで今考えちゃったからだったんですけど、さっきのタイミングもなんか深城戻して別のことできたんじゃねえかなっていうのを今見直してて、ちょっと僕自身で感じてました、ね、あ、前に大活躍を出した時ですね、そうそうそう、こいつ戻せるじゃんみたいなことをちょっと思ってて、なんでさっき俺戻さなかったんだろうなってちょっと今自分で見てて思っててうーんと思ったんですけど、これレスト戦でしたっけ、レスト戦とあと置いた時に手札に戻して全体戦パンプなんです、そしたらさっき上から踏めましたよね上から踏めたのは、三条の八の霞の方だよね、そう、だから、ね、そのあたりで、なんかプレミしてるような気がするなっていうところをちょっと今見直せと思ってました見ましたね、で、これも手札にあってもちょっともうあのスタンバイを打ってっていうことはしないかなと思ったんで切っちゃったんですけど、ちょっとまだそれ違うかなっていうのは今、考えたところですね。だからそれこそ今みたいにそのヒールの時にそのレベル応援を切ってるんで、まあ、この時に先パンプして手札に深城戻して、レベル応援を出していくっていうようなやり方とかも全然ありだなっていうのを今この動画を見直しながら思ってましたねいや面白くない、なんかすごいプレミしてるなっていうのを今思ったで起動を使い、まあ、でも その代わりじゃあ手札何残すかっていうところも問題としてはあるんですけど、今手札残してるのがイカレタレントヒールとあとストック分バーンする、あ、パンプするピーちゃんのイベントなので全部残しておきたいその代わりですね、全部残しておきたいところがあるので、うん、ここにスタンバイを混ぜた場合じゃあ何を話しておくかっていうところもちょっと実際やる場合には考えないといけないのかなってところはありますね、まあ、今ここでは気づかないそのプリングしちゃってるんで、はい、2体展開して、アタックに入ってる状態結局1点しかそう入らなかったんですけど、まあ、3枚めぐってストッククライマックスに見えなかったんで、まあ、貯めるかちょっと迷うんですけど、まあ、そこをさっき言ったように貯めて、動いていくのがこのデッキなんで、はい、今はちょっと貯めていくようにしていこうかなっていうところを今試しながらやったという状態ではあります。はい、ありがとうございます。ケイさんターンが返ってきました。はい、まあ、山が強いのでちゃんと2キャンしてくれたんですけど、まあ、それともまだ強い山がまあ、まで帰ってきてるので、で結構クロックがいいところまで進んだので、まあどうしようかなってところですね。あのアリサはあんまりヒールに枠を避けないのでクロックをなんでしょうね、まあ、進めすぎると本当に戻せなくなっちゃうので、まあ、結構クロック叩くかどうかとかも大事なところなんですけど、まあ、今はちょっとさすがに3面割られちゃったこともあってちょっとアタッカーが不足気味なんですよね。一応反動節約するんだったらソルネードソルネードで3パンはできるんですけど、じゃあここは、もう少し反動を、なんでしょうね、まあ、反動を増やすというか、まあ、そうですね、反動を増やすことで山の強さを上げようと思って叩いてますね、はい、でこれクライマックス2枚引いたら嫌だなと思ったんですけど1枚しか引かなかったので、あ、じゃあ集中でって思ったら、まあ、2ヒットしかしなかったので、じゃああとの残り2枚のクライマックスどうしようかなっていう感じですかね。まあ、ただここで集中ヒット、まあ、ちゃんと集中をが多段ヒットするようなところまで来れたので、まあ、用意はできるかなっていうレベル3の、まあ、なのでもうあとはゲームが終わるところを、見越してそれまでに必要なカードを回収する感じですかね。まあ、相手が結構打点入2の6まで行ってくれたので、まあ、もう足立使う機会ないかなって思ってたらヒールしてくれたのであれ再び使う機会あるなと思って、でしかもイベントは4枚しか落ちて、まあ、ストックなので5枚落ちるんですけど、ですけど、まあ、パンプ値が異常なので、あ、この2枚で踏めるなと、で扉をちょうど引いたので、じゃあ連動とこれ回収かなっていうところですかね、はいはいはい、あ、ただ、連動回収なんですけど連動を上から引いてるので、これ2面連動は結構過剰っていうか反動がバーストするので、あ、じゃあこれ1面連動でいいやってことで、もう1種類は確か後継逆圧縮に必要な逆圧縮を拾うんじゃなかった、うん、やかしかった気がする。そうですか。それを見せられてるんだな。
だからもう面とかじゃなくて、まあ、ハンドはもう絶対耐えることが分かってるので、ゲームを終わらせるところを見据えての動きになりますね。本当はアリサがあったらアリサが拾いたかったんですけど、ワンパン目とクロックにあって、 あと集中で落ちる可能性も半分ぐらいあったんですけど、まあ落ちなかったので、じゃあこうなるかなってところで、でもう、まあ、一番右はさっきまでは結構踏んでたんですけど、まあ、この時点になると逆にレベル1が上ってればサイド枠になって後で有利になるかもしれないからっていうこともあって、まあ、踏むのにはそんなに躍起になってないです。でこれは、明らかにハンドがバーストするので後ろに置いて、ボトムクラマだったら止めるっていうところに持ってきましたね。まあ4分の2クライマックスなんで。ものすごい数は減りましたけど、やっぱりこれバンドリの強みですね。一気に上がりますね、はい、ちょっとパンプチ以上です、ね、まさか2面踏めるとは。1枚で2面踏んでますからね、本当に。そうですよね、まあ、それで やられたんで、まあ、ここもしょうがないのかなっていうのをちょっと感じながら、やってたんですけども、いや僕の方も実はこれ動きできたなっていうのをまた改めて感じてるんですけどね。ピーちゃん構えてるからなんか返せそうかなと思ったんですけど、ギリギリ足りない、うん、確かに全然考えてなかった。若干ピーちゃんにちょっと今これ僕も思考がとらわれちゃってるんですけど、これ実は後ろのスーツケース3コストで1-0のレーンのところに出しちゃって、で3コストアンコール、そのスーツケース、スーツケースアンコールできるんですよ実はこの動きって。前に3レベル出してスーツケースは後列いなくなってるんで、スーツケース控えに置いた段階で3コストアンコールすれば、まあ、警戒していたその後継とかを対処、6コスト使うんで、ここで6コスト使うんで、まあ、対処しながら実は1点バーンとかもできるような状態とかも作れたのかなっていうのを今見直しながら思ってて、こうやってる時は全然そんなこと考えてなくてちょっと安心したなっていうところに、ちょっとこうやって見直してて、ね、確かにあったんでしたっけ、確かさっきやらされたのが、やられたのがいるはずなんで、ね、確かに、うん、ああじゃあ確かにそれ嫌ですね。なんかそういう動きでも実は良かったのかなっていうのに、1点バーン入ったら 3-0 になっちゃうんで、そうですね、スマスマにしちゃってだったし、そこだったら多分パンプチ振られても届かないのと、まあ、いざとなったら本当にそこにピーちゃん当てちゃえば、まあ多分それでもそれだったら届かなくなるかなっていうところがあるので、実はそういう動きも良かったのかなっていうのを、ごめんなさいちょっとこの対戦動画はあまり関係ないですけど、今見直しながらすごく思ってて、まあ、今思ってますねなんか何もせずに単純に2名やられちゃったなっていうところを今見るとちょっともったいないかなっていうのは、僕の方で感じましたね。なるほどなるほど。でターンが返ってきて、ちょっと手札が、そうですね、ヒールするのにこのデッキの場合必ずちょっと手札をやらしているところが今あって、ヒールこの、早出しできるレーン4枚だけなんですよ。なんで、ちょっと出しておいてヒールしないのはちょっともったいないかなというのがあって、出す場合は必ずヒールするようなイメージでちょっと今動いてるんですけど、まあ、その反動としてやっぱり手札がどんどん減っていってしまっているというところがありますね。で集中が今場面に1回も登場してない状態なんでその反動で手札が全然今ないかなって状態ではありますね。まあその分ストックはあるんで、ちょっとピーちゃんとか生かしながらやっぱり大活躍につなげていけるような流れを作りたいかなっていうのを今考えて、今山の前世君にしてるのは確か相手のアタックの終わりぐらいに、あれですね、1枚でも残しておけばまあ大活躍チェンジができるかなっていうところをちょっと考えながらで今動こうとしてますね。バンドリー相手なんでちょっとそのあたりもどの動きが正しいかっていうのも考えないといけないかなっていうところはあるんですけど、ちょっとここは今アタック後に山が1枚は残る状態を作って、大活躍にまあ牽制ですけど牽制できるような状態を作った方がいいかなと思って今動いてますね。でブロック2ドローしてクライマックスが逃げれたんで、この山にもう1枚しかないから、まあ、3枚落下で1点バーンとか当てられれば向こうもできるんじゃないかと思ったら1枚目で早くも詰めてしまったんで、残念ながら6000ダウンしかできないような、まあ、2000ダウンと4000ダウン割り振れるんですけど、まあ、どっちにしろ1名はいっちゃうかなというところなんで、まあ、特に認識のミスがなければ落としてもどっちもいいかなというところだったんで、まあ、レベル1で本当に落とした状態で、まあ、クライマックス連動1点バーン行かれた連を、いけるんで、まあ、この1点入ってくれればとりあえず
まあ、それはそれでいいし、クライマックスだったらクライマックスで戻らないんで、まあいいかなっていうところで、333を作って、まあ、1点バーンと、もう1点乗ってくれれば、だからリフレッシュダメージ1が入って、まあ、2回入ればこのタイミングで試合が決着するっていうところをちょっと狙いながら今動いてますね。で、山4枚なんで打ったクライマックスは戻るし、スーツケースのレンガで、まあ、大活躍飛び出していけるような形を見れるかなと。で、まあ、ピーちゃんをまだ抱えているんで、まあ、それ溜まったストック分かなでできるから、まあ、向こうがまあアリザ型なんでパワーで勝てるかどうかは怪しいところなんですけど、まあ、ちょっとそのあたりも選択肢を残しながらで、動いていってる状態ですね。なんでアタックに入ったんで、まあ、クライマックスあって、連動で1点バーって状態で、まあ、これがキャンセルされてしまったんで、まあこのあと 2回アタックが入ってもまだ倒しきれないところではあるんですけどまあそこはいつもしょうがないんで、めくりながらいくかな。3点からで4点になる、これ入るとまずいですよね。そうなんですよね。あ、4点になると大きいなと思ったんですけど、まあ、残念ながらこれはじけまあこれもキャンセルされてしまったんで、まあ、このターン中には勝負がつかないなっていうところで最後のアタック4点、これ入るんですよね。確かそうですね。まあまあまあ耐えてくれたんで、あとはアリサでエクストラターンかなと思っております。そうですね。で、山にもクライマックスたくさんあるんで、まあこれ、やっとクロックにあったアリサが落ちたので、これ集中で、さっきラストバンで噛んだアリサも落ちて2ヒットで回収かなと思ったら1ヒットしかしなくて、あれっていう思ってますね。ワンヒットだと2面連打で、2面連打だと弱いなと思ってるので、はい、これはちょっともう一回集中かなと思って集中を回収しちゃいますね。まあ、これでワンヒットだったら仕方ない。でもちゃんと2ヒットしてくれて、これでアリサ2枚が、まあちょっと1ストック多く使っちゃったのが後で響いてくるんですけど、回収できましたと。で、この時点で8ストックなんですよね。もしこの集中がなければ9ストックで22221って使えたんですけど、ちょっと使いすぎちゃって1ストック足りない状況が今の状況ですね。まあこれ見てもらえば分かるんですけど、このターンだからヒールの行動が結局1回しか取れないので、やっぱここがアリサの弱点ですかね。ヒール量が全然ないんですよね。まあ逆に一点ヒールがかなり重量というか重いというか価値があるっていうのはそうなんですけど、まあそれでもやっぱ相手バーンですし、ヒールしておきたいのはありますよね。で、普通にまあこっちの時代だけ考えれば、アリサアリサアリサヒールのアリサで連動っていうのがまあ簡単な動きなんですけど、ちょっと相手の山がまあ落ち8ってことだったので、まあ、結構純ストック多くて、これでだから仮に3キャンされたらこの次のターンにも勝てないかもしれない、うんうん、このターンに勝てなくてもその次のターンに勝てないのはまずいってことで、いやさすがにゲームに勝つために後期は絶対打たないといけないなっていうのは考えてます。なるほど。あとヒールを捨てる、そうなんですよね、うん、ヒールを捨てることになっちゃうんですけど、さっき残しておいたトルネクラが一番あるじゃないですか、はいはい、これがイラつくになればいいなって思ってます。ああ、なるほど。盆栽のあのゼロのやつがいれば、はい、はい。ちなみに今バックがめちゃめちゃきつくて2枚しか入ってなくて、はい、しかも1枚レベル置き場が置いちゃったんで、となるとあと1枚、はい、ただ、うん、まあ、最初でしかも最初の方に噛んでるんですよね、はい。まあ、なので今4ストックなんですけど、これを吐いてからじゃないと、まあ、その行動が取れないなということで今ちょっと順番考えてるんですけど、あとはまあなんだ、イラつくあいつっていうイベントカードもクロックに1枚あるので、マーカーに入っている分を含めると山に3、1と、まあ、なかなか不自由なんですけど、一応手に届く範囲にはあるので一応できるかなっていうのを考えてます。一応ここでだから後継を打たないで、普通にヒールとアリサだったらどうかなっていう選択をしてるんですけど、さすがに後継打った方がいいなと、ゲームに勝つのに。でそこはマストだなと思って、まあ、ヒールを、あとその難、まあ、結構この後圧殺することになるんですけど、はいはい、そういう行動を挟んででも、ちゃんとベストパフォーマンスをこのターンにやるべきだなっていう判断でここは動きますね。結構悩みますね。あと1コストあれば、あ、そうなんですよ、本当に、
と1コストあればとかだったんですけど、まあ仕方ないですね。後継、まあ後継打つとさすがに普通の山になるので、まあ一発は入るでしょうって、次は谷にもう一回見たいから、まあこうなると結局数字がかなり大きいので木山出した意味があんまりないんですけど、はい、まあ、だからさっき木山出さなくてよかったかなとかはちょっと思ってます。この光景でやっと落ちるんですよね僕の方が確か11枚かな。で一応行かれたレーンが1万7000ぐらいまではあのイベントで出るっていうところをまあ考えながら、まあ、ただもうここまでやられて連動打たれるって解散すると確か1万7000だとちょっと届かないんで難しいかなっていうのを今考えながら、どうしようかなっていうのを考えながら、まあ、このタイミングで光景が飛んできたんでまあちょっと圧縮だいぶ崩れちゃうかなってところはあるんですけど、まあ、1枚目は必ずクライマックスじゃないっていうのは分かっているんで、まあ、10枚ランダム要素のところがあって、まあ、そこから、いざめくってみての勝負っていうところにはなるんでしかもあの山札、まあ、出さない盤面になっちゃいましたけど大活躍を出すこともできなくなっちゃいましたね。そうですね、それ結構でかいです、うん、こっちから。いやでもまあ大活躍はもうアリサが3面出ちゃったら、まあ、大活躍は無理かなっていうところがあるんで、まあ、出すのに3コストかかっちゃうんで、あのそれでストック8枚で大活躍に対してそのピーちゃん打っても、まあ、アリサにはとうとう届かないっていうような状態になってしまうんで、まあなるほど、はい、でここにイラつくがあるので。そうですね、そうだ、だから殺したんだなっていうところ、それ今説明聞きながら聞いてた、なるほどなるほどって思って見てました。まあ1コスト使って登場してるけど、うん、そのうち自分で回収できると。まあまあ一応ここまでやれば結構非効率ですけど、一応イラつくを手の届く範囲に置いとくことができて、でまあやっぱソウル原点マイナス6なんで、この1点ヒーラーでかいですよね。この方はこれ生まれるのが確定してるような状態なんで、もう行かれたら3コ3コールして手札にあるソウルにとダブルトリガーで、まあ、トリガー乗ってくれっていうのを考えながら、まあ、クライマックス連動が逃げれたら、まあ、次のターンもしかしたら届くかもなっていうところを考えながら、このターンキャンセルしないと、やられちゃうかなっていうところを今感じてると思いますね。やっぱり一応まあやれることな、木山を圧殺することになっちゃったんですけど、まあ、一応あの登場時のイラつく回収の1000パンプとかクライマックスフェーズ始めの500パンプとかを、まあ、意外とねのところに適当に僕は振ったつもりなんですけど手袋あったんですね手袋11枚ですよ、5000枚だけ採用してて、結構あの一連のレンがしっかりストックを貯めてくれれば、あの全然あの打った時にものすごく強いなっていうところを感じたんで、ちょっとそれで採用してるんですけど、あの起動効果じゃないんで相手ダウン取ってもバースあのブーストとかできないんですけどマジスーパーやばかったですよ。そう、これがしっかり入っちゃう。ここで入ってしまう。まあ、これ光景の方がいいですね。そうですね。はい。バンドルの強さだなっていうところは感じながらって感じでした。はい、ありがとうございます。それでは対戦について振り返ってみたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。では、トコさん、今回の対戦について教えてください。そうですね、まあ、僕自身こうやって見直してみて、いかんか、ああ、こういう手もあったな、ああいう手もあったなっていうのを、まあ、もう、見ながら考えながらなんかどんどんなんかパターンがあったんで、なんか僕自身の出来はもうちょっとその回し方とか、あのバンドリー相手だったらそういうプレイングもありだなっていうところを感じるところが多かったので、まあ、ちょっとそこら辺を見直しながらもうちょっと詰めていければいいかなっていうのを思いましたね。やっぱりバンドリーの方はバンドリーの方ですごいあの強さがもう最後の方あのピーちゃん握っててもまさか1万7000でも上から生まれるような状態になっちゃっているので、そういうところの強さはあるから、やっぱりそういうところも考えながらちょっと、今後の構築を煮詰めていかないといけないフェーズかなっていうのを感じています。はい、はい、ありがとうございます。じゃ続いて K さんお願いします。はい、今回僕が使ったアリサのデッキは、まあ、2018年に僕が、まあ、一番使ったデッキというか、もはや2018年はこれしか使ってなかったんじゃないかみたいなデッキなんですけど、まあ、なので結構思い入れがあって、でまあ規制とかあとは周りの人があんまり使わなかったり、やっぱユキナとかモカの方が結構流行りなのでっていうところはあるんですけど、やっぱ僕は結構アリサにしかない強みを、まあ、今の試合で垣間見れたか分からないですけど、まあ、例えばこれ一番最後トボさん入って終わっちゃいましたけど、まあ、入らなかったとしてもソウルマイナス6があるっていうところで、まあ、次あの耐えやすくって、まあ、ターンをもらいやすいのかなと。さっきエクストラターン話しましたけど、僕はユキナでバーンするのももちろん
パンチ数増えてるんですけど、アリサはやっぱりターン数をそもそも一ターンプラスでもらえるって思ってるので、まあ、そういうところの強さをまあ垣間見せられたのかなと思うんで、まあ、ちょっとあんまり流行ってないデッキではありますけど、ぜひ使ってみてほしいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは今回の対戦はバンドリを使用した K さんの勝利でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。